編集長、私のあの重要書類どうしたんでしょうね。ええ、夏、薄いから霧泉へ行く道で谷底へ落としたあの重要書類です。あ、途方に暮れるあまり異国の死が脳裏を駆け巡ってた。編集長と約束したから一人でも頑張って探そうとしたんだけど、まだ見つからないんだ。しかも今日が期限の最終日なんだよ。うわあ、見つからなかったらドクターに土下座してもう一回作ってもらうことに。絶対夜眠れなくなるくらい怒られる。はあ、これはもう大量のマッチをするしか。そうすれば炎の中にきっと書類が。ダメだよね。そうだね、あれは所詮幸せな幻だし。それは見て見て佐藤さん、ほら書類って提出したら怒られるじゃ済まないよね。私は幸せなんだから、もっとポジティブなイメージを持つのだ。書類は見つかる、書類は見つかる、書類は…ダメだ、スランプだよ。私の物語はもうおしまいだ。助けて編集長、どこにあるのか見当もつかなきゃハッピーエンドにならないよ。お使い頼まれた後の私の行動を細かく話せばいいの？使命を帯びた私はまず意気揚々と佐藤さんの元へ向かっていったのだった。しかし不意に典型のようにいいアイディアが浮かんできてしまう。はあ、天才であるがゆえの不運。すぐに書き留めねば。新たな使命感に突き動かされ、書くものと書く場所を探す私。席を探し研究所を出た私は、心地よく日の差すカフェテラスを見つけ腰を落ち着ける。あ、本当だ、めちゃめちゃ外出てた。無意識怖。ありがとう編集長、カフェに忘れてないか聞いてくる。編集長、あったよ、届けたよ、間一髪だったよ。案の定カフェに忘れてたけど取りに来ないから、運営の忘れ物を一定期間保管する部署とやらに送られちゃってたんだよ。慌てて飛び込んでギリギリ間に合ったんで取り戻して提出してきた。よかったよ、保管期限が過ぎて危うく廃棄領域に捨てられるとこだったよ。ありがとう、やっぱり作家には優秀な編集者が必要なんだね。これからも構成をお願いね、よろしくね、私の編集長。J-Y